さあ、ガングレビューの時間でございます。えー、毎回ですね、えー、新しいおもちゃ、えー、またちょっと,とたまにはですね、えー、古いおもちゃを持ってきまして、えー、いろんな音を楽しんでおります。まあ、ラジオなんでね、<laughs> 音が出ないことにはちょっとしんどいかなと思い、毎回頭悩ませるんですけどね。えー、さあ今日はですね、えー、ガシャポンゴーストアイコン15というやつですね。はい。 えー、こちらのほうはあの、まあ、もうね、あの仮面ライダーシリーズ、まあ、ゴーストのシリーズではもう15番目だったんですけど、あのアイコンをね、えー、集めてる方もいらっしゃたんじゃないかと思います、えー。それをですね、今日ご紹介したいと思いますが、さすがにね、えー、全10種あるんですよ。で、全10種はきついですね <laughs> あの。で、内容ちょっとご紹介しますね。で、どんなものが入ってるかっていうとね、1番がね、ナイチンゲールゴーストアイコン。これ、以前やりましたね、確かね。 えー、そして、えー、ナンバー2、これレアらしいですよ。えー、ナイチンゲールゴーストアイコン、同じなんですけど、キラキラメッキバージョン。あこれ、コマーシャルでやってるやつですねあの。キラキラメッキバージョンも入ってるんだぜって。命燃やすぜっても、なんか男の子やってますよね。可愛いなと思いながらも。はいえー、それでございますね。はいこのまあ、毎回ね、そのガ,チャガチャの楽しみっていうのはこの、まあ、レアとしてね。レア多いな、これ。<laughs> 本当にレア。 えーと次3番目がね、ウィザードゴーストアイコン、レアって書いてますよ。キラキラメッキバージョン。これ以前もありました。シリーズは違うけどね、よく出てきますね。次,次、ガイムゴーストアイコン。あ、これもあったね。レア。キラキラメッキバージョン。来ましたね。5番目、ドライブゴーストアイコン。あったね。赤いやつね。で、レア。キラキラメッキバージョンと書いてます。みんなレア好きなんだね。 6番目、えー、これがね、あ、これですよ。仮面ライダー45ゴーストアイコン平成魂バージョン。今日はね、これをね、ちょっと持ってきてますんで、後ほどね、えー、ご紹介したいと思いますけど、そしてこれにも、えー、レアバージョンがありまして、えー、同じく仮面ライダー45、えー、ゴーストアイコン平成魂バージョン、キラキラメッキバージョン。バージョンが2つ付いてますね。忙しいね。そして8番目がですね、仮面ライダー45ゴーストアイコン一号魂。 1> 1号仮面ライダー1号だましねでこの先ほどの「平成魂」と同じなんですけど45周年特集ということで、えーまあ、前も紹介しましたけど DVD がねあの特別なアイコンがくっついて、えー、発売されましたで以前ねこのデモでもこうやって紹介しましたけど、まあ、そのアイコンのですね、えー、ガチャバージョンが登場したということですねそして、えー、9番目に出てくるのはですね仮面ライダー45ゴーストアイコンの キラキラめきバージョン一号、えー、魂、先ほどですね、キラキラでございます。そして最後、ゴーストアイコンブランク。えーえー、た,た,た,たけるくんが,、ねえーがね、えー、たけるくんかね、たけるくんだっけね、たけるでね。たける中心校の名前たけるだっけ ですよね <laughs> ちょっと今、あれたけるって何か他にいたような気がしたんだけど、えー、生でのゴーストブランクアイコンはたける君があの小さい頃お父さんから確か預かったかもらったかなんかのと思うんですね。で、まだそのブランクですからその魂が入ってない。だからもう全く白。これもね、これ確か伊勢でやりましたよね。ブランクね。珍しいよって。でも珍しいんだけど、つまんないですね。<laughs> 音何にも出ないんだもん。これ、何にもないですから。 だからまあ今日はねやっぱ音が出るバージョンとしてはちょっと新しい目新しいものでっていうことでえ45のゴーストアイコンえカメラ,ライダイヤー45周年記念のやつですねこれを持ってきましたえと 1,、えー、1号魂と平成魂ねでえまずはね一号魂からいきたいと思いますけどちょっとね今手元に持っておりますはいえっとフロントがですねいわゆるゴーストがいこの一、まね、号魂を使って変身した時のマスク ちょっとややこしいんですけどあのまあちょっとデザイン的にどうなのかなっていうのはちょっと若干私はあります <laughs> あのねその発売された DVD も見ましたしでただフードをかぶってるんですよねそのゴーストだからでフードをかぶってそして1本角が生えててまあこれはね仕方ないよね、えー、ゴーストだからで顔の方が1号ライダーの顔になってたんですけど うーん、どうなのとか、ちょっとそれはね、感じました。はい、正直なところです。で、えー、このね、1号魂のトップのームにも同じ顔が出てまして、えー、これガチャなんで、えー、表面のステッカーでね、DX 版だったらね、あの,あのなんていうの,あの、こう、ホログラムみたいな感じでね、えー、キラキラしてるんですけど、普通のステッカーでございます。まあ、これは仕方ないね、ガチャだから。これは仕方ないない。うん で、えー、ボタンを押しますと、ねえー、変わっていきます。えー、1回押しますと、ね、45って書いてて、えー、これはもう仮面ライダーの、えー、台風の、ね、変身ベルトの、ね、風車のところですね、風車が回っているイラストの前に45がどどんと出ております、はい。そしてもう1回回しますと戻ります。もうこれ45とか一号魂の顔だけですね、こう2つしか出てきません。はいこんな感じ。 で、えー、色の方はね、赤ですね。ちょっと、じゃあちょっとメタリックっぽい赤。で、今日持ってきたのは、キラキラメッキバージョンではございません、えー。ちょっとやたらと光りすぎるんで、眩しいんで、あの私はちょっとこう地味、地味っていうか、あの、落ち着いた色のね、えー、パール、パールホワイトっぽい感じの、えー、方が好きなんでございます。これね、えー、ノーマルのものでございます。 でこれ1号魂ねちょっと、えー、紹介してみましょうじゃあまずね音をねやりましょう電源入れますゴーストドライバーの音ゴーストドライバーオーライさあそれで開きますよではね顔をまあまずとりあえず顔の部分からいこうかな、ね、顔を元に出しましていや 45? どっちだったかな、まあ、顔の方でいこうかはい開けます どうでしょう、ねえー、リズムに乗って喋りましたけどね、まあ、あの爆音が聞こえましたね、えー、バイクの爆、えー、音でがブーーンと聞こえて、えー、その後に、えー、相棒はバイク、必殺はキックと言ったのかな、相棒はバイク、必殺はキック。ね、これなんかちょっとこう、ね、懐かしい1号のテイストですが、いやっぱさですね、相棒がバイクっていうのはありましたよね、なんかね。 歌にありましたね、仮面ライダーのいちごの歌にはねあなんかそういう時代のものでございますやっぱそれを感じますねはいそれがいちごライダーのいちご魂仮面ライダー45周年記念ものでございますねで、えー、必,殺必殺の方やっていきましょうね必殺アタック はいオメガドライブでございましたででもう一つね大目玉がありますのでちょっとやってみますねはい、えー、大目玉ですね最近テレビのねゴーストの方で大目玉使ったかな 今ふと思いましたけどね大目玉ってさすがにやっぱり,やり、まあね、あのより強力な必殺技だと思うんですけど最近使ってないような気がするなふと思いましたさあそれでは、ね、続いて平成の方を見ていきましょうちょっと出しますね15さん15さんありがとうございましたおやすみ、はい、ということであっ15さんじゃないですかお疲れ様でした 番組が違いましたね、はいえー、続きまして平成の方でいきましょう。えー、平成のねあの、平成魂の方なんですが、えーま、顔のデザインねあの、皆さんもうご覧になったかな、平成魂のデザイン、えーま、正直、ごめんなさい、もう辛口言っちゃうんだけど、僕は好きじゃないんですよね、あの僕何もかもくっつけた形になっちゃって。<laughs> えー、ちょっとどうなのかなと思っております、まあまあ、お祭りみたいなもんですから、まあ、そう言われてみると、仮面ライダーも毎回毎回お祭りごとどきになっちゃってますけどね、まあ、あの平成の「平という字をデザインして、顔にマスクを作っておりますね、でえー、各あのライダー、平成ライダーたちの、まあ、ロゴが、あのボディアーマーですね、その体のあちこち、肩とかすねとかね、えー、いろんなところにですね、えー まあ、あのデザインが施されて、まあ、ライダーたちの力を使ってるみたいな感じのアピールになってましたですね。で、えーまあ、表面の方を見ますと、えー、平成の平の字の下に、えー、ちょうど赤い目玉があって、えーまあ、平成魂のデザインができております。これが正面、そして、えー、回しますと、同じく、先ほどと同じですね、台風の風車が回る45と数字が出ております。それの繰り返しですね、はい、他にはございません。 でトップを見ますとあの、より分かりやすいんですけど、平成とローマ字で書いてありまして、えー、なんと漢字でですね、これは本当に漢字で、平成の「平という字が、はい、書いてあります、はい。これですね。で、えーまあ、ガチャですので、まあ、ステッカーは、ね、どうしても普通のステッカーでございますね。じゃあ、これをちょっと,ごと聞いてみましょうかね。はい、ゴーストドライバー。 ね、あーなんかね、えー、これもやっぱ同じく仮面ライダーとで、えー、まず前置きがあって、えー、新たな個性これが平成となるほどねうんう,うまいですねちょっとこう伝えてますよね今らしい感じですね,ね新たな個性それがこれが平成、ねはいまあ、個性が大事にされる時代というのはもうねあのよく聞く話でございますがじゃあじゃあでも だからといってその、ねえー、昭和の時代が個性へ、まあ、昭和といっても広いですから長いですからあの、ねえーまあ、そのまま使えるかどうかは分かりませんけど、えー、でも、まああのー、昭和の時代の仮面ライダーっていうのは、まあ、個性っていう意味ではやっぱり個性は強かったんじゃないかなと,ちょっと思いますけどね、まあ、かなり個性的なライダーたくさんおりましたので。 まあ,それはあえてまあ今でも平成でも個性大事よということを言っているメッセージでございますね、ひささタッグいきましょう、こちら大平成ライ。そして続いて大目玉のほうですね。 どううだったでしょうかね、えーまあ、こういうね、えーまあ、別にそのガシャポンオリジナルの音声というわけではないと思います。えー、以前、ねえー、ご紹介しました「仮面ライダー45周年記念用の、えー、DX バージョンに」にも入っている音でございますので、えー、これぞというわけではないです。はい、ただ、仮、ま、面、ああね、ライダーゴーストの方も,です、ね、もうもう終盤ですね、い、えー、よいよクライマックスの方もですねあも始まりつつありますし えー、10月かな、10月に入れば、まあ、まだちょっと若干時間はあるんですけど、えー、10月に入れば、新しい仮面ライダー、エグゼイドですか、えー、が始まりますね。まあ、そのねあのー、最後に向けて、えー、着々とねこういうゴーストアイコンね、えー まあ、ちょっとその年間を通してですねあのこう人気だったものがあえてもう一度出されるみたいな感じでございますね、バンタイさんね、えー、最後までかっちりやりますよという感じがしますが、えー、その、まあ、シリーズ15番目になりました、ガシャポンゴーストアイコン15、全10種、えー、今、ちょうど出てる頃だと思いますので、また、ね、皆さん、街角の方で見かけられたら、ぜひね、ちょっと頑張ってみてほしいなと思います。 はいということで今日ご紹介いたしました「えー、仮面ライダー45ゴーストアイコン」えー平成だ「平成魂」と「1号魂」の2つでございましたさあそれではですね、えー、リクエスト曲の方をねご紹介したいなと思いますねで、えー、今日ねあの、まあ、この方もねいつもねあのリクエストいただく方なんですけどルイス・キラーさんありがとうございますどうも毎度です、えー、今日リクエストいただいたのはですね、えー、ウィザードのねあの曲ですね「LifeisShowtime」イズショータイム ね、えー、キリオインさんの歌でございますね。で、えー、曲の思い出について。はい、だ、タイトルオブディスアングリービッシュオズは、it's should be all of the time ね。ね、えー。この曲のタイトル通りでございます。えー、もう、まさに、ええー、ライフイズショータイムで。だと思いますと。いうことですね。なるほど。オッケー。そして、えーえー、まあ、番組へのご意見、ご感想、質問などというところに関してはですね。 Joy and happiness, this is what the world should be cover of right now and every day. なるほどね。まあ、あの、joy and happiness ということで、まあ、喜びと、まあ、幸せ、まあ、これが今ね、世界に必要なことですねっていう。いや、もう全くその通りでございますね。はい。まあ、いろいろとね、悲しい事件とかも起こってますけど、えー、喜びと ま幸せ、ね、やはり追求しなきゃいけないもんかな。うん、だと思いますけどね。さあ、ね、なんて言ったって、Life is Showtime でございますので、さあ、それではね、ルイス・キラーさんのリクエスト曲をかけてみたいと思います。OK、Thank you very much, ルイス・キラー。Here's your song, Life is Showtime.